はスイートマジック2015の皆さん、お願いいたします。
14歳のモッチーこと小室桃子です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、見上げれば広い空、聞こえてくるのは素敵な音、ステージで踊るのは空ね。ありがとうございます。ちょっぴりおちゃめな12歳、空こと西尾空音です。よろしくお願いします。イエーイ。スイートマジック2015です。私たちスイートマジック2015は去年愛知名古屋で開催された ESD ユネスコ世界会議の PR 隊メンバーをもとに2015年再結成されたグループです。ちょっと質問です。はい、そろね。愛知での国民文化祭は来年の2016年なんですよね。そう、私たちは第31回国民文化祭愛知2016の PR キャンペーン隊です。なのに名前がスイートマジック2015っておかしくないですか？怖いとこに気がついたね。私たちが来年の2016年に生き残っているかは何の保証もありません。だから2015。アイドルの世界は厳しいんだよ。キャー。はい、質問です。はい、モッチー、私たちが来年度まで活動を続けるにはどうすればいいでしょうか？そこを考えるとこ。第31回国民文化祭愛知2016をしっかり皆さんに PR する。その通り。